バイト全員で辞表を出しちゃったわな。全員で辞表出して1週間経つけど、未だ別の新人バイト補充できてない。時給500円アップで交渉すれば？なんだ嘘か。作るならもっと現実的に。ボイコットや。だから残った全員で辞めるのよ。もう辞表出したわな。履歴書の自己 PR にかけるな。自分主導でボイコットしましたって。バイト辞めるにもそんだけ覚悟が必要って大変だな。最近コンビニバイト集まらないみたいだね。未だに代わりはいくらでもいるって思ってるんだろうな。仕事できるデブはいくらでもいるだろ。さすが200キロデブは落とすわな。退職願いな恥ずかしい。じゃあ来月から店長だけ風間綾菜わら。全員一斉にバックレでオケ、所詮バイトだし。なんか少しでも自分を正当化するために、スネを立て、草生やしてる感がするね。辞表 vs 退職願い vs 退職届。